ご紹介に預かりました、三井住友信託銀行ロンドン支店のジョナサンと申します。これからお話しさせていただく内容は、あくまで私個人の考えであり、私の所属する企業とは何ら関係ないことを、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。さて、本日は仕事ができる人の話をします。正確にはできる人がいかにしてできるようになるのか、その姿に焦点を当てることで何が見えてくるかを、皆様と一緒に考えたいと思います。その前にまず、簡単な自己紹介から。私はイギリス生まれですが、イギリス、アメリカ、日本の3カ国で、学生生活を送ってきました。そしてイギリスの大学を卒業して以来、国も会社も転々としています。気づいた頃には社会人3年目で、すでに3つ目の国で3つ目の会社に勤めていました。数多くのインターンに加え、私はこれまでに、自分で判断一つできない大企業、そして判断も部下も任されるベンチャー企業などを経験しています。そして今となっては銀行マンの端くれです。分かりやすく例えるなら、池井戸潤先生の人気シリーズ半沢直樹の、脇役のまた脇役、村人 B といったイメージでしょうか。しかしこの村人 B にも維持というものがあります。銀行員になったからには倍返しもしたいのです。いや、別に上司に復讐したいとか融資を持ち逃げした顧客を地獄の底に落としたいとか、そういうことではありません。ただ言ってみたかっただけです。すみません。自分が社会や親に受けた恩恵を、仕事で倍にして返したいと、といった、くらいの、殊勝な心がけだと思っていただければ幸いです。憧れの半沢先輩に近づくべく、私はできる人になろうと心を決めました。しかし、村人 B は一体どうすれば物語の主人公になれるのでしょうか。まず人生の謎に行き詰まった現代人の第一ステップ、ズバリ Google 先生ですね。早速聞いてみました。案の定、検索結果の大半を占めるのは、ブログや本による自己啓発、起業家や経営コンサルタントなどが、持論を紹介する類のものばかりです。ただいろいろ読んでいくと、ここ十数年の間、時間の使い方がほとんど主軸になってきていることが分かります。なぜなら、時間だけは全ての人に平等に与えられた資源だからです。さらに一歩を踏み込むと、数年前まで練習量を重視する1万時間の法則が流行っていたのに対して、今ではできる人の習慣、つまりハビットが注目を集めていることが分かります。がむしゃらに働くだけでは一流になれないというのです。日々の業務に計画的に励むことはもちろん、業務時間外、つまりオフ時間の使い方も、とっても大切だといいます。ふむふむ、半沢先輩も、確か残業で会社に残っていなかったときは、よく行きつけの居酒屋で、同期との情報交換を行ったり、敵対している相手を脅したりしていましたよね。賛否両論あるかと思いますが、これはウェットな働き方ができる人物像です。しかし今話題の習慣ブームで広げられているのは、むしろ個人を中心とした、欧米寄りのドライな働き方です。例をいくつか挙げましょう。仕事ができる人は、早起きする、落語を聞く、本を読む、体を鍛える、ゴルフを打つなどなど、もちろん、これらの習慣が、できる人たちに共通しているのには訳があります。朝早く起きることが、時間の有効活用に、落語を聞くことがコミュニケーション能力の向上に、本を読むことが、専門知識の向上に、専門知識の蓄積に、体を鍛えることが、体力の向上に、そして肝心のゴルフは、他人との交流を通じた情報収集や、刺激などにつながります。少なくとも私が読んだ本にはそう書いてあったのですが、百聞は一見にしかずということで、1ヶ月間だけできる人をやってみました。結論から申しますと、いわゆるできる人たちが一体いつ仕事してるのかが分かりません。いや、腹筋が割れたのは素直に嬉しかったのですが、筋トレやゴルフで忙しすぎてもう仕事してる暇がまるでなかったんです。しかし、それこそが、私の求めていた答えかもしれません。おそらく日本ではあまり知られていないのですが、イギリスは欧州諸国の中で正社員の平均労働時間が最も長い国の一つとされています。
もちろん1時間あたりの生産性も特段高いわけではありません。つまりイギリスは日本やアメリカに次ぐ残業大国です。まあ、欧米人の残業の背景には大きく分けて4つの理由があるとされています。他人との競争、作業の効率の問題、仕事に没頭する快感、そしてステータス。あまり日本とは変わらないように思えますが、いかがでしょうか。仕事の効率が下がる一方、残業まるで勲章かのように考える企業文化、優秀ゆえに求められていると思い込む人間の心理、なかなか一朝一夕では変えられないものばかりです。人事評価を行う皆さんも頭では分かっていても、やはり定時しか働かない部下を高く評価する気には、なかなかなれないものですよね。残業イコール努力、残業イコール出世欲、残業イコール成果、いつの間にかこれがサラリーマン社会の常識になっていました。では、残業が少なく生産性が高い国はどこかといえば、やはり経済大国ドイツに他ありません。しかし、できるドイツ人を日本企業の東京本社に一日本人として投入した場合、彼はまだできる人でいられるのでしょうか。少し考えてみましょう。率直で遠慮のない物言いは、身の丈知らずで空気が読めないからです。根回しもせずに何でも正論で押し通そうとするのは頭が固いからです。定時出社に定時帰宅を繰り返すその姿はやる気がないからです。で、チームの雑談や飲み会に参加しないのも、そもそも職場に馴染もうとしていないからです。いや、半沢先輩でも手が焼きそうな部下ですね。働いている国が変わっただけで評価がこれほど分かれるとはなかなか信じがたいものです。ただあれはあれでドイツにとって最適化された正しい働き方なんです。しかし日本には合に入っては合に従え、従わなければ村八分という優しくも恐ろしい文化があります。もちろんこの村人 B も村人なだけにその範疇にあります。さて、そろそろ時間です。結局日系企業の海外拠点に勤めるこの私は、一体どうすればできる人になれるのでしょうか。外国人という名の特権を使って半沢先輩のごとく我が流を押し通すべきでしょうか。それとも村の習わしにおとなしく従うべきでしょうか。最後まで脇役の村人 B らしくて恐縮ですが、その答えはまだ見つかっていません。ただ一つ言えるのは、自国民だけを対象とした自国内だけの人間一人で完結する仕事がなくなりつつあるこの時代において、異質なものを跳ねのけるのではなく、自分の培った経験と融合させて組織や社会に媒介しする姿勢こそができる人への第一歩ではないでしょうか。ご清聴ありがとうございました。ジョナさん、ありがとうございました。本日このスピーチ大会に出ることを会社の方に言われているんですか。はい、ですね、正直に言いますと、1名か2名程度にはちょっと話してますけれども、基本的には極秘に進めております。じゃあシークレットな、シークレットで、はいはい、お願いいたします。日本語は何年ぐらい勉強されて。そうですね、大学に入ってからですので、イギリスの大学で3年と、交換留学で1年、あとはですね、日本に、実は一番最初、日本で就職したので、合わせて4年半ぐらいですかね。はい、日本語のね、大変学習法で、はい、一番効率がいいなと、はい、ジョナさんが思われることは何ですか。はいはい、これも社名が出てるので言いづらいんですけれども、一番手っ取り早いのはおそらく彼女を作ることです。ただ、私の場合は実は、そうはしていなくて、テレビすいません、なんか自慢話に聞こえてしまってあれですけれども、よくテレビドラマを見たり小説を読んだりしています。じゃ、半沢先生のも結構役に立って。いや、もう、はい、大変役に立っております。ただなかなか倍返しを使う機会がなくてですね。じゃあこの倍返しができると思われる、はい、このスピーチ大会に挑戦、はい、会社に黙ってまでも挑戦しようと思った理由をお聞かせいただけますか。
そうですね、実は2年前になりますかね、以前にも出させていただいたことはあるんですけれども、そのリベンジと申しますか、ぜひとも優勝できればと思ってもう一度チャレンジさせていただいております。じゃあその思いが今日倍返しになるといいですね。なるといいですね、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。こんにちは。できる人になりたいっていうのは、はい、人間誰でも思うんですけども、はい、ジョナサンさんもできる人になりたいわけですよね。はい、なりたいです。できる人になるためには、はい、いろいろ会社を変えた方がいいんですかね、今まで。いや難しいこと聞きますね。ちなみに当社、弊社のものは本日来ていないとは思うんですけれども、来ていたらちょっと手を挙げてほしいです。3年に会社を 3回も変えるのはお勧めはしないんですけれども、やはり今国を変えたり会社を変えたりすることで、やはりいろいろ見えてくるものはあります。人間関係もそうですし、私の場合すべて金融関係ではあるんですけれども、その専門としている分野が違っておりまして、でするとこういう考え方もあるんだ、こういう専門知識もあるんだというのがいろいろ見えてきますね。でそれが成長につながるとは思いたいです。すみません、まだちょっと多分早いんですけれども、それが言えるのには、はい、タイトル、スピーチのタイトルが、はい、Nature vs. Nurture って書いてあるんです、はい、これは宇治より育ちということですけどもね、はいはい、それと今のできる人とはどういう関係なんですか。そうですね、生まれつきのできる人もいるのではないかなと、私は考えておりまして、それこそ会った瞬間からもうコミュニケーション上手な人もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういった人たちに打ち勝ちたいという思いで、はい、私はどちらかというと生まれつきでない才能がない人の方をちょっと想像してですね、できる人になる方法をちょっと調べさせていただきました。そうするとジョナサンさんはネイチャーというよりも、はい、ナーチャーの方だっていう、はい、そういう希望ではありません。どうですか、できる人になれそうですか。いや難しいですね。それこそ、英語での、コミュニケーションもそうですけれども、日本語でも、うまく、意思が伝わるようにすることですとか、でもちろん言葉だけの問題ではなくて専門知識ですとか、で人間関係でも今のはちょっと大人げなかったなとかというのは、多々あります。それはもうおそらく10年20年経って初めて見えてくるもの、できるようになるものもあるとは思うんですけれども、やはり意識して、毎日毎日進めていくことによって、より早くできる人にはなれるかなと希望しています。かなり日本語を早口で喋るんですけども、はい、緊張しております、申し訳ありません。会社ではいつも日本語で喋ってるんですか。ですね、そうでもないです。もちろん日系企業ですので、駐在のものもおりますけれども、私が担当させていただいている業務は、何と申しますか、プロジェクトファイナンスといいまして、主に、欧州ですとか中東ですとかアフリカですとかの、地域を見て、インフラ投資等々をやっておりますので、あんまりそうですね、社内以外は日本語を使う機会があまりないですね。どこで喋るんですいつも日本語は。ですね、これちょっと恥ずかしいんですけれども、シャワーで喋ったり、テレビを見ながらちょっと自分と会話したりすることがあります、ね。これは本当にすみません、この場限りでお願いできれば大変ありがたいんですけど。早くできる人になるといいですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。